私には娘と息子がいます。24年間続けた居酒屋は閉店し、家から出る回数も減りました。ちょっとごめんよ。父さん手よく洗ってよ。妻の手作りシチューは絶品です。シチューか一つ心残りがあるとすれば、妻と結婚式を挙げていないことが私の一番の心残りです。